マレボココンゴ共和国内の一周辺の衛星写真。マレボコは、コンゴ川中流に位置する湖。正確には、湖ではなく、コンゴ川の広がった部分である。旧名は、スタンリープール。マレボコは、東西3 5トル南北2 3トルにわたって広がっており、面積は5 0 0トルに及ぶ。 湖の中央北よりには、ウバモウ島という180キロ平方メートルの広い中須が浮かんでいる。基本的に、コンゴ共和国とコンゴ民主共和国の国境は、川の中央であるが、ウバモウ島は、コンゴ共和国領となっており、国境線は、ウバモウ島の南岸に位置している。水深は年間通じて3メートルから10メートル程度で、あり、非常に浅い。 マレボコの北岸にはコンゴ共和国の首都ブラザビルがあり、南岸にはコンゴ民主共和国の首都キンシャサがある。この2都市は双子都市を成しており、世界で最も近接した首都となっている。両都市はマレボコ上を頻繁に走るフェリーによって連絡されている。マレボコの出口は急流となっており、これより下流は リビングストン滝と呼ばれる急流が3 0 0トルほど続く。一方で、マレボコの上流は平坦な土地が続いており、大型船舶が通年航行できる。そのため、キンシャサブラザビル漁師からは上流にある中央アフリカ共和国の首都バンギやイレボヤキサンガニといった都市への船が出ている。ありがとうございます。